あー出た、全員レベル100です。さあ全員レベル100、果たしてどんな動きができるんでしょうか。これは期待したいですね。久々に見た全員レベル100、最近あんまなかったな。 A のエリアか。あ、上行ってくれたか。ナイスー。無理は回復か。あ、怖いな、これ。いらっしゃいませ。近づいてきたけど、もうちょっと余裕あるかな。ダウンはしたくないけど、早めにバイク使おうとして、この人だけ助けようじゃ。誰か。中央の方経由でこっちに近づいてきてる。ありがとう。バイク逃げよう。ここまで来ると危ない。離れましょう。でこうやって信用がしたらちゃんと離れるようにすれば、レーダーからするともうダウンさせることは絶対できないので、こうやってレーダーから距離を取るということを意識することがやっぱりサバイバーをやる一番最初のコツじゃないでしょうか。まずレーダーに見つからない、見つかる前に早く逃げてしまうという、個人的にはこれが一番重要だと思いますね。レーダーからしてもこれが一番嫌だと思う。見つけられないと戦闘もできないし。助かった。新しい起動キーだな。ナイス。させるだけ刺しちゃうか。あの人バレてるね。うちに帰りてー。叶えよう。変身した。おお、逃げてる逃げてる。戦時パワーの集まり遅いし、お金余るだろうから、戦時パワー今買おう。ロケットランチャー一旦置いとくか。よし、お安いいかがですかがついてるから、ちょっとぐらい買い物しても大丈夫だな。ナイス、逃げ。ダウンせずに逃げたな。素晴らしい。危ない。どこ行く？しかもダメージを受けなければフリーザは進化できないから、怒りゲージたまらなくていいぞ。ちゃんと反撃せずに逃げてくれたらば、フリーザは進化できず、フィニッシュできず、何もできない。いい。素晴らしい、レベル100。ここでね、もうちょっと、もう一撃って欲をかくとダウンすること多いから、素晴らしい。一応この人たちのことを考えて、一応寸止めにしておこうか。後半どうなるか分かんないし。最悪エリア破壊使われても大丈夫。5% ぐらいの違いしかない。だったら、キャンプされた時の最悪の状況を考えて、起動機を寸止めしておこう。で、D と E か。もうこれ D はきついから E に行きたいな。よし、ナイス、いいとこ見つかった。じゃああと D に行きたいか。バイク乗っていくの怖いけどね。まだ民間人いるのかな。もう民間人全員救出した？わかんないな。トランクスのアナウンス見てなかった。まだいるかもしれんけど、この辺にはいないね。
起動キーレーダーはあるな。ドラゴンレーダーレベル1かな、これ。範囲は狭いが、一応探せるか。ナイス、見つかったの、素晴らしい。レーダー持ってるかもな。あーっと、そこでダウン。進化したね。初めてダウンしてしまった。まあでも、いずれそうなる運命だったと考えるしかないな。エリア破壊は使わないだろうね。7つ揃った。ただエリア破壊を使ってないからな。 X で呼ばないと無理だ。 X で呼べるかね。一応センズ持ってるから、シェンロンを呼ぶゴタゴタのうちにあの人は救助と起動機はいけるかもしれん。あー、見られてんな。いや、蘇生きついわ。ゴリゴリに見られたら無理だ。ナイスー、蘇生いこう。よし、助かった。あ、そう、最悪別にフリーザに奪われてもいい。もうこれはとにかく D と E を刺しちゃおう。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。で、あっちは刺してくれてる。でフリーザにはちょっと最悪奪われるかもしれないが、仲間ももう一人あそこにいるし、いける。あと、あそこ刺さる、近づこう。中央エリアで起動システムにアクセスするんだ。スーパータイムマシン起動まであと少しだ。どうする、フリーザ、呼ぶ気か、シェンロンを。ここからどうするかが鍵だね。別にサバイバー側はあの願いを必ずしも使う必要はない。中央のタイムマシン触るか。バーがあるから怖いけど、マリア置いとこう。仲間が助けを必要としてるぞ。やっぱり無理やりさ、シェンロの願いを叶えに行くサバイバーいないね。危険だって分かってるから、うまいわ。近い、バーが来る。来ない。オッケー。邪魔してる。うちに帰りて。いいぞ。あの人の蘇生はちょっと先頭がないときつい。勘弁してくれ。おお、サバイバーが奪った。気をついたな。ただフリーザは進化する。怒りでこの時間を有効に使うしかない。魔眼光速報連打してるな。メスビームで当たった。クレイジーフィンガーショット。上空に向かって打ってるってことはレベル4を意識してるな。じゃあ俺はスーパータイムマシン触るしかない。俺はレベル2じゃ時間は稼げないからね。ああ、そのバイク邪魔、それ、バイク、それやめて。そのバイク邪魔、それ、ものすごく。このバイク誰かどけて。怖い、これ事故りそう。ああ、どけてくれた。リクームありがとう、優しい。リクームありがとう。見た目完全にリクームだよな。あー、変身しちゃう。よし、いけるぞ。おー、そもそもいける。バーニングアタック。あー、エリア破壊使った。いや、進めてしまおう。討伐の危険を感じてエリア破壊使った。ということは勝ちですね。よし、起動成功。レベル100全員生き残ってるじゃん、すげえ。
構ダウンしてる危ない状況あったよな。みんなでうまいこと救助してたか。すごっ。すげー、全員生存レベル100、さすがです。いやーお上手。いやー GG ですね。レーダー側のレベルも高い、81。なんとかさ、これさ、民間人をフィニッシュさせないように動こうな。魔人ブー相手にみんな頑張ろう。でも複数人で邪魔するんだったらスポポビッチの邪魔を入るっていうのはありかもな。ありがとう。スーパータイムマシンを起動するんだ。起動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。スポポビッチはもう一人フィニッシュしてるね。どっちでフィニッシュしてんだろう。怖い。ジリリンとったら怖い。ちょっと待って、スポポビッチ運良くないか。もう民間に3人を見つけたの。結局運の要素もあるんだよな。なんもねえし。上もないな。うーわ、早いよ、スポポビッチ集めんのゲージを。こっからか、じゃあ。無邪気になるのが羨ましいな。そんな速度で進化したかった、俺も。ああ。いや、今ね、スポポビッチめちゃくちゃきついんで、もともと、機動の、さ、弱体化が入ってて、ただでさえ戦えないぐらい弱くなったのに、今サバイバー側めちゃくちゃ今強気に出られるから、スポポビッチはボコボコにされるリスクすごい高いですね。めちゃくちゃハイリスク入りたいになった、魔人ブーは。その、これまでの、あ、ハイリスク入りたいんだよじゃなくて、超ハイリスク入りたいになった。超。お、黒いキャンディーさんどうもこんばんは。じゃあもう E に行くか。よし、まあ目 A は刺さってないんだったら刺しとこうか。ここほぼ E 側だからさ、ここ後半キャンプされてもきついんだよな。 E と A っていう。あ、A 破壊だ。どここれ。新しい機動機だな。 D か。設置を急ぐんだ。刺しちゃおうか。よし、 OK。 まあ E に行くよね、流れ的には。ここは任せろって言ったな。どこだ、あっちか。バイク使いづらいが、お、あっち行った。じゃあ E させるか。寸止め状況がわからんな。でもあんだけあそこにいたらさ、刺してくれてるよな。じゃあ BC 行こうぜ。もう B がもし寸止めだったらもういける。スーパータイムマシン呼べる。刺そうっていうシグナルはどうすればいいんだろうな。C は寸止めしてあるから大丈夫だぞ。これ寸止めかじゃないのか。これは任せる。分かった分かった。OK。
あとシートいいよ、OK だ。刺しちゃえ。なんだ？刺しに行こう。もう全部寸止めだぞ。あとはもう一瞬触るだけでいける。全部。よし、OK。あと刺してくれ。よし。起動システムにアクセスするんだ。スーパータイムマシン起動まで。間違えた。こっちだ。よし、OK。あの辺になんかやってんな。ちょっと待とう、これ。冗談じゃねえぞ。今回はうまいこと起動キーの寸止めがいい感じに働いたね。危ないところでやってるな。すごい近い。これまたチェンジレベル溜まってないな。何それ。あ、ドラゴンボール拾ったのか。ドラゴンボール確保してるんだな、マジンブーは。うちに帰りて。まあシェンロン呼ばれればもう絶望だからね。あ、いる。来てるぞ。スーパータイムマシンの方めっちゃ触ってる。お、ホイポケースだ。あれ開けたい。な、なんだ。いらっしゃいませ。チェンジパワーか、買っとこう。マイドアリー。よし。これで最悪殴れるな。うちに帰りて。最悪。そちらに補給物資を送る。ナイス。有効に使ってくれ。あっち行ったね。別のんちゃん当たってはいない。してくれ。ああ、逃げてる。大丈夫かそれ。あまりにドラゴンボールが中央に集まりすぎても怖いが。真ん中行きたいな。大丈夫それ。あー、強靭魔壁だ。変身。ターゲットがこっちに移ったな。ナイスー。あの人見失ったね。ナイス。ドラゴンボールの人逃げた。よし、離れよう。油断してやられたら元も子もない。お、ドラゴンボール揃った。ナイスー。ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。祭壇でシェンロンを呼び出すんだ。よし、バリア回復。いいぞ、全員生存いける。この高レベル魔人ブーに勝てるぞ。やっぱり進化させないっていうのはでかいんだ。お、ヘルズフラッシュだ。すげえ。冗談じゃねえぞ。よーし、起動成功。全員セゾンじゃないこれ。いや、超高レベルの魔人ブーだったけどな。いけたね。前は絶望だったが、やっぱり民間人を探してさ、いろんなエリアを渡り歩いてたけど、もうその時には民間人はいなかったんだろうな。で、その間に一個一個起動キーを寸止めが進んでて、やばいな、これキャンプするかっていう頃にはもう全部キャンプできないエリアになってたから、それがやばかったんだろうね。やっぱりしっかりとサバイバーをダウンまで持っていくか、民間人をフィニッシュして、その進化して悪魔になんないと今ブーきついかも。さっきもボコボコにされかけたし。でさ、スポポビッチがめちゃくちゃ弱いじゃん今。もう信じられないぐらいスポポビッチ弱いから、ま、間違いなく最弱じゃんレイダーの中では。そのセルの幼虫は例外としてね。だからスポ
ポポビッチが弱すぎてサバイバーのフィニッシュをできないから、民間人に切り替えていきたいけど民間人が見つからなかったらもうおしまいですね。まあ冗談ってでも分かるでしょ、今の笑いながら言ってるから分かるように冗談で言ってますからね。大丈夫ですよ、口に出してブチ切れることはめったにないから俺。こちらトランクスだ。あ、ここ二人いる。やばいこれ。必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。いやでもさ、そういう、そうそう、アクシデントも楽しい、そういうもの、素晴らしい一言ですね。助かった。いろんなわちゃわちゃ感があるのが楽しいところっていうのがこのゲームのいいところであり、まあ悪い方向に転ぶこともあるが。起動キーが見つかったな。みんなどこに？だからまあ設置を急ぐんだ。ありがとう。いいんじゃないか？まとめ方下手だけど俺今。もっとうまくまとめられた気もするけど、まあまあいいじゃないか。そういう試合も一興ですよ。あの人のがまたより上手くなればいいじゃないか。で D か、なんかすっごいドラゴンボールの音する。こんなにドラゴンボール落としていいの？絶対今フリーザーだろ。ピン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 って4回ぐらいになったぞ。どうした？よし、オッケー。あ、D 刺さったな。どうすっぺーじゃあ。これさ、E の寸止めが意味あるのかどうかわからないな。E 刺した。一応ここ任せるにして、寸止めしとこう。E の寸止めすご、E のキャンプすごく多いから、E と C は特に。で、俺はそのまま起動キーレーダー持ってるし、A の方に行って、なんとか、変態にキャンプされるエリアを少なくして、全部のエリアの起動機が見つかったら、どこが寸止めされてるかどうか分かんない状況を作り出せるから、そういう風にしていこうか。もうバイク使ってもいいかもな、これ。よし。ナイス。新しい起動機が見つかったぞ。じゃあ B 探しに行くか。レーダーをより多くプレイする方法はありますか？ありません。レーダーに希望することしかないですね。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。ああ、この上か。かぶっちゃった。起動機の発見も評価ポイントなんだよな。見つけたかったな。見つけられない、全然起動キーが。どこにあんのこれ。レーダーの範囲が狭すぎて全然見つからない。新しい起動キー。あー、もう起動キーレーダー無意味。なんでなのよ。起動キーレーダーが今頑張って探してたでしょ。全部見つからなかったぞ。やっと見つけたところは他の人に取られたし。くそー、俺、起動機の意識高かったんだけどなぁ。何？やめて。ロドリアさんか。ああ。よし。フィニパワー。ああ、先頭の方がいい。で、C はもう刺す感じになってるから。で、E 寸止めでしたでしょ？で、あと B と A か。B と A の進捗状況は全くわからないな。OK、了解。わかったわかった。返しとこう。仲間が助けを必要としてるぞ。B 刺した。A は？ A はわからんな。全然刺せてない可能性もある。
んだ。センズあるけど、ちょっとレイダーと近いか、うん、なんとか油断を誘ってからじゃないときついよな。センズはお持ちかい。よし、OK、OK、あとここだけ刺しちゃえば、もう C と E は寸止め。これで、キノキの設置は全部完了と同じだな。あ、あそこにフリーザーがいる。あと C のみ。あー、でもちょうど今全員離れちゃったな。今ちょうど今 C にいると一瞬でスーパータイムマシンが呼べるんだが、まあ、そううまくはいかないよな。あの人ドラゴンボール2つ持ってるじゃん。1個あげるか。置いとこう、ここに。変にパワーがでも全然集まってないな。起動機の意識が高すぎるとチェンジパワーは溜まりづらいんだよな。あそこにいっぱいあるのかな、チェンジパワーが。そういうこと？あ、来る。あれ？あの人ドラゴンレーダー持ってるのかな、フリーザー。やばいぞ、これ。ちょうどドラゴンボールを取りに来たタイミングで勝ち合ってる。あ、フリーザー奪った。あ、レーダー持ってる。スーパータイムマシンの起動システムが出てきたぞ。あー、フリーザーレーダー持ってるな。明確に取りに行ったね。じゃあこれ揃えるの無理かも。あー、ドラゴンボール持ってる人追いかけてるっぽくない？これ、そんなことない？動き的には完全にレーダーを持ってる動きなんだが。ボールを持ってる方に行ったな、まっすぐ。よし、狙われてる。ただボールを奪ったところでっていうのはあるな。あー、これ無理だ。変身中は確か吹き飛ばされちゃうんだよな。取りに行けない。もうボール諦めた方がいいかもな。仲間の蘇生だけ意識していこう。逆に言うとレーダーに頼っているということは、レーダーがなければ探知できる可能性は低い。今そちらに補給物資を送る。よし、なんとか全員生きてるから頑張ってもらおう。大丈夫か。よし、使うか。よし、 OK。誰かやられた。我々回復場持っていくか。これちょっと怖いね。早めに上に登りたい。かといって逃げ道に使える海洋剣ムーブは今は使いづらい。冗談じゃねえぞ。開けた、1個。違えた。来るか。あ、ロケットランチ落としちゃった。よし、妨害しよう。あ、すごい音する。何これ、何この音、何の音これ。どこだ。あ、ドラゴンボール奪った、あの人すごい。ただもう7つ残ってないね。あと2個は分からん、どこにあるのか。あの人は下に落ちてくんないかな。下に落ちてくれたら救助いけるかもしれない。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。ナイスー。階段で線路を呼び出すんだ。味方が倒れていると救助できないか。
あー進化しちゃった。触ろう。教えてあげるよ。死よりも恐ろしい恐怖というものを。わた変身。ロケットランチャー、ロケットランチャー。よーし、起動成功した。シェンロンが呼び出された。願い。さあ、願い。願いなんかいらねえ。シェンロン呼び出してさ、願いなんかいらねえって言ってやりたいよな。なんで呼ばれたのって消えそう。